どうも山崎亮ですスタジオが好きだという何だろう仕事場好きなんですよねそれであの、ま、人の仕事場とかですねアーティストのアトリエとかをあの見るのが好きだって言ってそれでどれぐらい好きだったっけってねちょっと今この後ろの本棚 えー、回ししてみましたね結構いろいろとやっぱりねそ,それ系がありましたあの、まあ、2つ前の動画かなでえっとまあ仕事場が好きだしそれからアトリエというか工房も好きだ物を作り出すところが好きなんだと何かが生み出る場所が好きねそうやって言うとちょっとこう綺麗事かななんかちょっと格好つけてる感じになりますが要するに何かが生まれいずる場所っていうのはあのそれの何十倍何百倍何千倍と 道具やや資料や材料材があるからあるるからこの絞り出した一滴が生まれててんだよっていう感じですねそれ,それがあれば、えっと、別の一滴もまた生み出せるしさら、まあ、なる一滴も生み出せるわけでだから一個何かを生み出すことができている人というのは、まあ、まぐれならねまぐれならもうこれは一回きりになっちゃうわけですけどもし2回3回と続けることができたらそれは何んつうんだろう 実力だねなななんていいうことになるかもしれないですでもそれ実力っていうのももちろんそうでしょうねその、まあ、本人の中の能力としての実力っていうのもあるんですけどでもどうでしょうね実はその,その人の外部の能力というかその人が蓄えている外部要因も結構あってでそれはその,その人を支えてくれる人友達だったりとか技術を持った人だったりそれを知っている人たちっていうのがリアルにも SNS 上にもいっぱいいるから。 ちょっっと教教えええててて言えばすぐ教えてくれる、まあ、こんな関係性もやっぱあるだろうしあるいはそういう本であったりとかあるいは道具であったりとか、まあ、そんなものがもう周りにいっぱいあるから次の一滴も生み出すことができるということになってるかもしれない。だから何かを、まあ、連続してこう生み出していくことができる人というのがいればその人の実力と呼ばれているあの人はやっぱり力あるよねあの人はやっぱできるよねっていうその。 力あるとかできるって言われているものはまあ、その人本人のことでもありその人が身の回りにまとっているものでもあるとそれはえっと人でもあるだろうし空間でもあるだろうしとまあ、そんなことをいつも感じてるんですよねだからその空間の部分についての興味ってのが結構あって作家さんが文章本を面白い小説を生み出すための文豪の家とかが好きだっていう話をしましたね で、ちょっとね、その本棚にあった本をいくつか見てみたんですよ。まあ結構ありますね、これね。えー、これ、書斎の作り方っていう本ですね。とか、書斎っていう本もありますね。直接書斎っていう本も読んでましたね。まあ、まず書斎というものに興味が。 あったん,です、ね、なんかこう文章を書いて皆さんにお届けするというまあそんな文豪ほどではないですけど僕も何冊かあの本を出版させていただいていてあのその時に書く文章とかっていうのを考えるにあたってやっぱいっぱいの影響を受けてますねいろんな表現の仕方とか。 構構造造ののあり方文章の構造ですよね最初のうちにこれ言っといて途中でこういうふうに言ってんだけど最初のやつがここでもう一回蘇ってきてとかそんなようなことを意識的にも無意識的にもこう学んでいるのが本なわけですからあそういう本がやっぱ手元にたくさんあってすぐ参考になるように参考できるようにって置いときたいわけですよねで置いときたいと思ってんだけど整理整頓がまあうまくないので、えっと、山のように本が積み重なっていっちゃう。 これはどうしたらいいんだと思って本棚なんか買って置いてみてもすぐ本棚がいっぱいになっちゃうあの文豪の人たちとはどんなどんな家に住んでてどんな風に本棚使ってんのやろうって思うと書斎っていうのが気になってきちゃってあの書斎の本みたいなやつをやったらこうたくさん読むことになっちゃうってことですね。書庫を立てる もうだ行き着くと書庫自体を立てるるになるんですよねそういう本が出てきたのでこれは面白そうじゃないかということでこれももうものすごい読みましたねあの大学の先生で1万5,000冊だったかなかなりたくさんの本を持ってるという先生がいてこの人が、えっと、自宅を設計してもらった建築家に 今回は書庫を建てたいんだって言って書庫を丸ごと建てちゃうというんですねまあまあそんなに広くはない土地だというふうに書いてありましたけれどもその土地の中に書庫をどーんと建てちゃうっていうそのプロジェクトについての本でしたねもうこの本読んだら僕も書庫を建てたいなと思いました今今もう本当にすぐ後ろに本棚があるっていうような状態になってますしもう一つその本のために、えー、とマンションの部屋を古いマンションですよ地区50 52年になります、ね、もう今年で52年になるようなマンションの部屋が家の近くで家賃がものすごい安く可能貸してくれるって書いてあったんですぐにあの応募してそこに本をとりあえずたくさん置くということにしてますね歩いて12分のところにあるんででもまあやっぱり12分でも歩きたくないですね実際にはねあのすぐここにあるすぐ隣にあるということがやっぱり結構大事なので。 建てたたいいなと思いましたねもう自分の家の中に書庫があったら,ら僕の場合は書庫を建てるだけじゃなくてそこにも住みたいですねもう本棚の中に住みたいだからあの家書庫のような家を建ててみたいなとこのこのさっきの本を見てあのすごい思いましたね夢の本棚のあるインテリアまあそうですねこのインテリアの本でしたけどああそうか これもそうですね。蔵書と本棚の本ですね。これは外国の方が書いてますね。ダミアン・トンプソンという方が、写真もいっぱい載っているもので、そういう本でしょう。これは自宅の本棚っていうこれ、アラン・パワーズさんっていう人が書いている自宅の本棚っていう本とかね。だから本棚や書斎や書庫とかいうようなことについての本が結構あるんだなぁ。 っていうのありましたねだから多分こういうのを買,いな買って眺めながらニヤニヤ笑っていて自分はまあこういう場所は持ってないんだけどいつか持ちたいなって思ってたのかもしれないですねなのでまあそういうそういうそういうなんかこう書庫であり家であるような場所っていうのはもう憧れてますねでえっとさらには「作家の家」っていう本もね読んでますねこれねこのも写真多いですね作家の家と作家の住まいっていう本が出てるんですよね でこんなのあればあるほど買ってしまうというこれ同じコロナブックスから出てますわ作家の家と作家の住まいですよねでもまあ特にその本を書いている方々の家ですよねあとはもう,もう行き着くとこまで行っちゃいましたらこんなあの文豪の家ですか文豪の家っていう本なんかも読んでいたりしますねあ,あ文豪の家だはい文豪の家ですね えなんかもうこれはもうあの写真は結構モノクロが多いですね。なんかは要するに昔のすごい文豪の方の家ですのでモノクロで撮ってる写真が多いんですけれどもあの丁寧なのはやっぱりえっと今のその家の状態を撮りに行ってくれてるんですね。なのでと今のカラー写真ですね解像度の高いカラーの写真ももう半分以上はそういう写真がざっとこう載っててくれていて。 えっと、公開されてる家もありますし非公開の家なんかも写真入ってたりしますからもうとにかくこれを眺めてああこっからあの作品が生まれてきたのかとか言って一人で盛り上がってるというそんなことはありますねあともうあ,りあのねあと芸術家の家とかもありますよねこれはえっと東米ヤンソンのアトリエの本ですねヤンソンとムーミンのアトリエっていう あのムーミンが、ね、ど,ど,んなどんな部屋から生まれてきたんやろうっていうどんな筆と絵の具とカンバスとどんな椅子と机があるのかなとかねそんなのが気になっちゃうということがあります。あとは芸術家が愛した家ですねゴッホとかモネとかロノワールとかそんな人たちが住んでいた家ですね住んだり、まあ、物を作ったりしていたような家が、えー、世界中の家ですね。 ミケランジェロとかレンブラントとか、まあ、そういうところを取材してあの回っているということでこれはあのもうあの取り下ろしというか、えっと、いろいろと今,今の状態を取りに行ってくれてるんで、まあ、そういう家がまだ残っていてくれるのもありがたいですね今はもう僕も写真でしか見読めませんけどもまた世界旅行できる時が来たらやっぱり現場に行ってみたいなっていうふうに思う家がいっぱいありましたね芸術家の家っていうのもありますね芸術家の家 副題がいいですねこう作品の生まれる場所って書いてありますからもうこんなん大好物ですねもう作品の生まれる場所って書かれたらそれはお前変えよって言われてるみたいなもんですよね、えー、だからそういう場所が僕は好きあもう一個あります作家の家ですねこれも海外の方が書かれたやつなのかな作家の家っていうのがあってこれも副題が創作の現場を訪ねてですからやっぱり行っているんじゃないですかねこういう何かが生まれてくる場所に興味を持つ人って。 こういう本が何部ぐらい出ているのか分かんないんですけどね部数どれぐらい出てるのか分かんないけど一定数いるんだと思いますああそうかこれ鹿島茂さんが寛訳してますね鹿島茂さんは一度対談させていただいたこともあるんですけどなんかこう資料とかめっちゃいっぱい持ってますねフランスだったかなあの古い本とかですね絵とかそういうのもすごい集めている方ですっごい博識で。 だからか。らこの人であればこういう本をねあのまあもともとは外国の方が書かれた本で多分あの人だからフランスの方が書かれた本を訳されたんだろうなあのフランスの方の本なんですけどでもやっぱりそういうこう日本にもこういうタイプの本が好きだっていう人は同志のような人はやっぱりいるんでしょうねこういう本がありますね。あと日本の、 これからだったら日本でも回れるだろうと思って結構好きな本でもありますけど何だろう「芸術家たちのプライベート美術館」という本ですね日本語の本ですでこれ日本国内の、えっと、芸術家たちの、えっと、公開されているプライベートの美術館ですが紹介されてるんですよだから美術館ガイドなんですけどあのいわゆる一般的な美術館ではなくてあ,のある芸術家のプライベート美術館 ここが、えっと、ずっと紹介されているんです北海道からあーずっと紹介されていていくつか僕も行ったことがあるような美術館がありましたこん,なこんな性格というかこんな好みですからねプライベート美術館があるとすぐ行きたくなるんですで特に、えっと、過去にそこで制作していたところが結果的にその芸術家が亡くなった後 えー、当地が美術館になったというそういうところについてはすすっげ惹かれますねだ美術品単体を見るのもまあまあもう嫌いじゃないんですね好きだしいろんなアイデアを与えてくれるので美術館行ったら結構時間かかっちゃうタイプで一個見ながら「あこういうやり方もあんのか」とかそういうのをすぐ考えちゃうんですけどでももうそれ以上にあのかつてここで作ってたのかとかいう制作の現場が美術館になっちゃってたりとかすると長くなりますね。 結構何時間もそここににいいることになっちゃいますであの窓の,あの光の開け方とかね案外暗いところで作ってたのねとかでここでお客さんをおもてなしましたっていう応接室とかがあったりしてもう非常に狭いところとかがね本当もう20センチぐらいのところに相手が座っても,うものすごく顔と顔近くないこれって思うようなところに椅子が置いてあったりするっていう玄関入ってすぐ脇のね本当にこう 2メートルかける2メートルぐらいのところにキュッと座って応接室で会話してたようなところがあったりするんですけど何考えてたのかなと思うと同時にまあ今じゃ本当にね密になりすぎだよって言われるぐらいの顔の距離ですけどそういうところでいろいろと出版社の方とかねギャラリーの方とかと打ち合わせされてたのかもしれんないとか考えるとまた面白いですねこういうだから書庫も好きだけどアトリエとかスタジオとかも好きだし 応接室とか見るのも結構好きですねお客さんとどんな空間で会って話してたんだろうなとかいうのにも興味がありますからまあそんなのばっかり読んでる本を読んでるって感じですねこのまあ本自体はねあんまり多分ですけどあの表紙とかをあまり長くこう映しておいたりするものではないんじゃないかと思うんですよねちょっとなんか藩権んか権利がある,あるでしょうからね 実際僕はなんとなくこういやそれはいいんだよっていう人もいるんですけどそれからその本の表紙をいろいろとアップする人たちがいらっしゃいますからでそれもいいんだっていう人もいるんですけどどうなんだろうっていうような人もいるようで実際答えはよくわからないんですねだからちょっと今はパッとお見せして、まあ、言ってみりゃ後ろの本棚にあったねっていうぐらいピントがもし合っちゃったら本棚の本も見えましたねっていう、まあ、その程度だったら許してもらえるんじゃないかなということであえて。 あの本の半分ぐらいいままでしししか見見せせてななような見せ方をしましたねちょっとなんかおいおいもうちょっと見せろよって思われた方もいらっしゃるかもしれませんちょっと気にしすぎなのかもしれないんですけどあまりこうずっとこうドンと、まあ、本の表紙をお見せするというのは出版社によっては喜んでくれるところもあるみたいなんですよね宣伝になりましたというようなこともあるみたいなんですがしかしまあ出版社だけではなくてその本の想定をデザインされている方や、まあ、その写真を撮られている方や多分いろんな方がいらっしゃいますからねそういう人たち の誰かはなんだ。勝手にその本の表紙で、その動画の番組作り上がってっていう方もいらっしゃるかもしれないんで、あ,あくまでも何かこうこう,いう自分の思いを伝えている時に、より伝えやすくするためというその本の表紙を使って何かをするということではないぐらいの、あの写し方にどうしてもなっちゃうんですね。そこはもう申し訳ないと思います。気にしすぎかもしれんのですけどね。でまあ、そういう意味ではだから、ちょっと今喋りながらその。思い たんですけどそういうこのもう少し本の表紙だったりとかどのそれはどの本なのみたいなやつはやっぱ文字とかあるいはその URL だったりとかがちゃんとついている方がえっと興味のある人にはもっともっと見てもらうことができるような気がしますからちょっとこうノートブログのノートの方に。 えー、今お話ししたような本の名前とかをこう並べていった方がいいかもしれないなと思いますね。もちろんこの動画の説明欄にそれやってもいいんですけど、あとすごい長くなっちゃうんですよね。一つ二つの URL を載せるなら説明欄もいいんじゃないかと思うんですけど、多分、まあ、今でももう十何冊本を多分ここに積んであると思うんですけど、うん、ちょっとこう多すぎるし、それに少し説明なんか加えようなんて言ったらますます長くなってしまいますから、えー、っと、むしろ、うん とノートの僕のノートの URL をここへ貼り付けておきましょう説明欄にねそれであのいやいやその本気になるぜっていう人は URL から飛んでいただくと、まあ、今早口で喋ったようなことがね、まあ、僕ともし同じようなことに興味のある人がいたらつまり書斎とか工房とかそういうのもうたまらねえんだとなんかもう見てるだけでニヤニヤするんだっていう。 ある意味でではちょっっと変わった人かもしれないですね僕のような人がいてくれればそっち飛んでいってもらってでそこで、えー、じっくりと、えー、その本について吟味していただくのがいいのかなというふうに思っていますあ今日も15分超えちゃいましたね短くならねえなもうちょっと努力しますではまた